ドルフィントレーナー専攻卒業の大村亮也です。よろしくお願いします。僕は小さい頃からなりたかったとかっていう人ではないんですけど、漠然と動物の仕事がしたいし、人前に立って何かできるような人になりたいなと思って学校に入学したんですけど、最初は本当ドルフィントレーナー専攻なんでイルカしか分かんなかったんですけど、研修行ったりとかするうちに、なんか自分はイルカよりもヒレアシ、アシカとかアザラシの方が好きだなと思って、そういう勉強を自分でもしてこの道に進んできたかなって思います。僕はサンシャインをいろいろあって辞めちゃったんですけど、で1年間普通の一般の仕事もしてみようと思っていろんな仕事をやったんですけど、全然続かなくて転々としまして、まあ、その間もやっぱりお世話になった業界の方たちはすごく気にかけてくださっていて、やっぱり戻ってきた方がいいとか、いる場所はそこじゃないよねって話をすごくしてくださった方が何人もいて、それでいや一回本気で戻ろうと思って、まあ、まずはやっぱり初心に帰るじゃないですけど、どこでもいいから業界に戻りたいっていうのがあって、いろんな求人を見ていろいろ応募して旭山動物園が拾ってくれたっていう感じですかね。はい、基本的にやっぱりベースにあるの水族館と動物園の考え方のギャップっていうのは最初すごく戸惑いましたけど、まあ、根本的に同じ飼育員であるところは変わりないので、やっとけばよかったっていうことは自分の中では後悔してることはあまりなくて、自分がやってきたことが間違ってなくてよかったなっていうのが強くて、なのでイルカでもアシカでもペンギンでも、ベースは一緒なんで基本的な動物ってどういう生き物かなとか、そこが分かってれば動物園でも水族館でも全然通用すると思います。やってて楽しいことは改善していかなきゃいけないところ、いいところも両方あるんですけど、まあ、そこにこう携われてるっていうところであったりとか、今はこう新しい技術だったりとか知識っていうのがやっぱどんどん確立されてきてる中で、まあ、自分もその一端を担ってるじゃないですけど、今結構転換期かなと思ってて、そういうところに関われてるのはやっぱりタイミングも良くて深くありがたいなと思いますし、結構いろいろ任せて やらせてもらえてる部分があるので、例えばトレーニングをゼロから作ってるので、そういう経験っていうのは僕が水族館にいて他のすごくたくさん人がいる中だったらまだ任せてもらえなかったとかだと思うんですけど、まあ運よくやれてるところはすごく自分の財産になるので、楽しく日々仕事はしております。それこそ今ちょっとまだリニューアル中なんですけど、自分でたちで釣った魚で展示を開始しようかなっていうちょっと計画というかプランはあったりしますね。まあ、今いろいろアザラシですけどトレーニングとか、子供麦っていう子供のアザラシだけしか今やれてないんですけど、1年半ぐらいやってきてある程度の目処というか方針は立ってきたので、今後は大人のアザラシ、まあ、健康をしっかり管理してあげられるような技術だったりとか方法ってものを旭山動物園なりのものを確立していけたらいいなとは思ってます。そうですね、多分目指してる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、誰でもなれるっていうふうにあんま簡単な言葉で片付けちゃいけないと思いますけど、でもすごく勉強したからなれるっていうわけでもやっぱりないと僕は思っていますので、一番は楽しんで仕事をしたりとかやる気があるとか、何事でも興味を持つっていうことがすごく大切で、知らないことを隠す必要はなくて、知らないってちゃんと言える人が僕はこの業界にやっぱすごくたくさん残ってたりとか、それこそ就職うまくいった人とかは自分のことを素直に話す人が多かったりしたのかなっていうふうに思っているので、すごく純粋に楽しんで仕事してる人が多いので、一番は興味を持って仕事をやりたいなっていう気持ちを持ってもらえれば、どこに行っても結局は自分が頑張るかどうかだと思うので、難しく考えないで自分ならできるっていうふうに思ってもらえれば夢は叶うんじゃないかなと思いますので、ぜひ頑張ってください。